ハイドロ×トリモフィッシュ&ティップス。ノーズライディングもできるし、意外に波のポケットを刻みながら加速していって、ちょっとタイトなラインでカットバックをしたりとかっていうボードに仕上がってるボードだと思う。ツインザーの良さってなんだろうな。ツインフィンみたいなルースな感じの部分と、クワットとかトライまではいかないけど、すごいホールド感というかグリップ感が普通のツインフィンよりも出るっていうのが魅力だと思う。まあいいことしかないよね。おすすめの人はツインフィン好きな人、ツインフィン好きな人は多分ハマると思う。